第一子ご出産前の就業状況についてお伺いしますけれども、第一子のご出産までに何年間医師としてのトレーニングを積まれましたでしょうか ?11 年になります。その第一子ご出産までにご自分の医師としての技量にある程度の自信を持たれていましたでしょうか私の場合あの、結婚が遅かったこともありまして、 えっと研究期間を含めて出産まで21年ありました。ですので、眼科医として一通りのことはできましたし。しまあ、それなりの自信はあったと言ってもいいかと思います。第1子出産にあたって、職場の雰囲気などはどうでしたでしょうか？妊娠中、かなり体調が悪くてデューティーをこなすだけという時もあったんです。けれども、無理をしないようにという意味ではかなり気を使っていただけたかというふうに思います。で、あと産前もですね。本当だったら6週間。 の産休を取る予定だったんですけれども少し切迫相談のけがあったことから数日前から、えっと、産休に入らせていただいたりとそこの目に関しましても非常にえっと融通いただいたかというふうには思いますで妊娠後は当直も今免除をしてくださっていますので理解ある職場だというふうに思います出産後の職場復帰に関して具体的に上司と相談する機会はありましたでしょうかはい 教授とは産休前には復帰に関して大体の目安に関して何度か相談をさせていただいていました。出産後は具体的な復帰や復帰の時期や復帰後の勤務に関して私の方から相談に上がりました。産後4ヶ月で復帰するもののしばらくの間は週3日程度のしかも短時間で保育園のお迎えなど間に合うような時間での勤務を 希望するという旨をお話をいたしましたら、教授の方から、えっと育児短時間勤務などそういうふうな制度を使っあるならぜひそれを使ってあのしてくださいというふうに開諾をいただきました。そのようなあの育児短時間勤務などの制度があるということをどのようにお知りになりましたでしょうか。 実際に大学の就業規定をあの読みまして、分からない点に関しては事務の方のあの就業規定に関あの細と詳しい方に実際に電話でお伺いしました。ご自分でお調べになったっていうことです、ね、そうです。はい。専門医はいつ頃取得されましたでしょうか。と眼科の場合は臨床経験5年で専門医試験を受ける資格があるんですけれども。 私の場合はと臨床八年目だったと思います。結婚前に取っています。先生は大学院には進学されましたでしょうか。大学院にはあの進学はしていないんですけれども、四年癌科の臨床した後にと研究員として外の研究所で三年間研究に従事していました。その仕事で学位をいただいています。海外留学や国内留学のご経験はおありでしょうか。 海外留学はしていませんで国内留学なんですけれども私にとっては先ほど申しました研究所での研究が大学を離れておりますので国内留学と同じような意味を持っているかというふうに思っています。